生の独自 YouTube チャンネルがあります。じゃあちょっと紹介してください。和田政宗の本音で GO でございまして、はい、そうですね、1週間に1回毎週火曜日にアップというようなことがありまして、よろしくお願いいたします。はい、はい、まあ、あの来週は金井米穀店さんをめぐるあの店頭での抗議活動とか、あの話をしようと思いますので、またご覧いただければというふうに思います。なんか結構騒ぎになってるようですけども、どんな感じなんですか？そうですね、もうあのやっていることは、はい、ツイッターにも写真が上がってますけれども、はい、普通の商店の前でプラカード掲げて3人なり立ってたら、それはだってお店の中入るの躊躇する方もいらっしゃいますよね。完全な営業妨害ですよね。はい、で、あの神奈川新聞の編集員の石橋学学ぶが、記者がなんかこう中に入っていく人をパシャ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 って、そこまでしてる、はい、で取られた人は、いやもうこれ本当怖いですみたいな、はい、なんで取ってるのかわからないみたいな、はい、ひどいですね、やり方が ね、はい、あ、沖縄もねそうだっていう、はい、書いてる人いますけど、いやもうそういうことをその、やってるっていうことに対して、私も実は現地に行ってお話を聞いて、はい、店主さんからお話を聞いて、はいはい、まあ、あのノーアポで行ったんですけども、あ、はいはい、まあ、ちょっとやはりこの状況ひどいなと思って、で、まあ、あの店主さんはあのなんていうかしっかりしたあの気持ちを持ってやってらっしゃいましたけど、うん、やはりその中で米穀店なんで一生懸命その米作ったりとか、うんうん、まあ、おにぎり、はいはい、買って食べたんですけど、すごく美味しいんですけれども、そうですか、もう一生懸命皆さん働いてるところの外でそういうことを、うん、はい、まあ、反対派というか、うんうんうん、まあ、ある発言をこう捉えてですね、うん、なんかヘイトだっていうようなことで言っていて、で、まあ、ちょっと やり方が尋常ではないですよね。そうですね、はい、でやはりそういうような異常な状況というのは、うんうん、やはり是正されないといけないというふうに思いますので、うん、まあ、じゃあみんなでおにぎり買いに行けばいいですかね、はいはい、逆になんかすごい注文が応援で殺到しちゃっててっていうことで、あ、そうなんですね、はい、へえ、はい、うん、だから、そういう人たちがやってることを全く逆効果みたいな感じで、うん、はいはい、逆効果よね、はい、余計有名になってそうですね、っていう風になればいいですけどね、はい、でもそういう風に応援する人と結びつけばねいいですけども、うん、和田先生なんかが取り上げてね、そう応援する人も増えたんでしょうけども、はい、ね、そうならずに営業妨害だけで、うん、そうですね、目いってしまうような店主さんもこれまでいたかもしれませんからね、そうですね、まあ、警察庁にも私の方からまあヒアリングというか、はい、まあ、意見交換させていただいて、うん、で、あの必要なあの対応は取るというようなことを警察は言ってますので、うん、はい、だって DHC ビールの不買運動とかもありましたしね、あいろいろありましたけども余計売れちゃったっていう、はい、あのビール美味しいですよね、あ、美味しいです、はい、そうなんです、うちの店でも出してるんですけど